T-Rex はイングランド出身のロックバンド、旧名ティラノザウルスレックス、同国のミュージシャンマーク・ボランを中心に活動、フォークロックバンドからスタートし、改名後はグラムロックの代表格として人気を博した。2020年ロックの殿堂入り、ロンドン出身のマーク・ボランがリーダー。1970年代前半のグラムロックムーブメントでは、デビット・ボーイや、 ロキシーミュージック、モッド・ザ・フープルなどと共に、ジャンルを代表するアーティストとなった。その音楽は、ティーレ・クスタシーと呼ばれることもあった。創設者マーク・ボラン1967年、アコースティックギターとボーカルのマーク・ボラン、パーカッションのスティーブ・トゥックの二人組で、ティラノザールス・レックスを結成し、翌1968年にデビュー。サイケデリックなフォークロックグループとして一部で、 カルト的な人気を誇った。この時期の彼らを熱心に応援していたのが DJ のジョン・ピールだった。グループはデビューアルバムティラノザウルスレックス登場をリリースし全英15位を記録。その後、新しいパートナーにミッキー・フィンを迎えエレクトリックギターを導入したのは1970年だった。1970年12月に T レックスとバンド名を短縮。 ライドはホワイトスワンの大ヒットでスターダムに。1971年にベースのスティーブ・カーリーとドラムのビル・レジェンドが加わり、4人組のバンドになって初めてのアルバム、電気の武者が UK チャート1位の大ヒット。ゲット・イット・オンやジープスターといったヒットシングルも生まれ、イギリスでは人気グラムロックグループとなった。また、この当時の彼らは、 第二のビートルズとの呼び声も高かった。デビュー当初からのプロデューサーであり、ストリングスを大胆に用いた独特のサウンドを構築したトニー・ビスコンティも彼らの成功に伴って制作者としての評価を高めた。1972年にザ・スライダー、1973年にはタンクスと次々にヒットアルバムを出す。さらにシングル、メタル、グールー、 チルゾレン・オブ・ザ・レボリューション、e ージー・アクションなど、数多くの大ヒットを連発していった。日本でも武道館公演を行うほどの人気で、1973年にリリースされたシングル20センチュリー・ボーイは、当時の日本版の発売元、東芝 EMI のスタジオでレコーディングされた。さらに、ザ・グルーバー、トラック・オン、ライト・オブ・ラブ、ティーン・エイジ・ドリームなども発表した。 しかし、アメリカでヒットしたのは、ゲットイット n 一曲だけで大きな成功を収めることができなかった。1975年に入ると、グラムロックブームが終わり、急速に人気はしぼんでいった。人気急落後のマーク・ボランは、自身の麻薬中毒とも相まって危機的な状況を迎える。この時期の楽曲は、ブラックミュージック色を取り入れたもので、現在では、 それなりに評価されているが、不節制のたたったマークは太ってしまい、ビジュアル面でも精細を欠いた。だがやがて息子の誕生などを機に生活を改め、バンドメンバーも一新ソウルミュージックにも興味を示して再起を目指していた。黒人女性シンガーのグロリア・ジョーンズとは、1969年に最初に出会い、1972年に再会し、 恋愛関係になっていた。マークが恋人だったジューン・チャイルドと1970年にすでに結婚していたためにグロリアとは婚姻届けなしの事実婚となった。1975年に二人の間には男の子も誕生した。しかし、1977年にグロリア・ジョーンズが運転する車が街路樹に激突し、同乗していた彼は29歳で死去した。 生前30歳まで生きられないだろうと言っており、偶然だが30歳の誕生日の2週間前に死去した。バンド名が T-Rex となってからは、ほとんどマークのソロプロジェクト状態だったが、後年はそれがより鮮明になっていた。そのため、彼の死で T-Rex は活動を休止した。その後1980年に、スティーブ・トゥック、1981年に、 スティーブ・カーリー、2003年には、ミッキー・フィンがこの世を去っており、全世紀のメンバーでは、ドラムのビル・レジェンドのみが存命である。2020年、ロックの殿堂入りを果たす。該当メンバーは、マーク・ボラン、スティーブ・カーリー、ミッキー・フィン、ビル・レジェンドの4人。T レックス時代のミッキー・フィン・マークの死後20年経った1997年、T レックスに最も長く在籍したメンバーであった。 ミッキー・フィンと末期の T レックスに関わったセッションドラマーのポール・フェントンが中心となってミッキー・フィンズ T ・ T レックス名義で活動を始めた。その後、2003年にフィンがアルコール性の肝臓病で死去すると残されたメンバーは名前を T レックスに変更して活動を続けた。しかし、2008年に T レックスファンから抗議を受けて名義をミッキー・フィンズ T ・ T レックスに戻した。 現在の名義はフィンケと t r e x の法的権利を管理する団体タグの承認を受けている。アルバムシングルアルバムありがとうございます。